はですいやもうみんなサッカー見てると思うんですけどあの音消してね意外と松木さん、ね、サッカー好きといえばというか今もう世界中がとっても気になってる世界中誰もがどぎも抜いたニュースありましたよねそうですねフラ,ンスフランス代表のユニフォームがナイキに変わりましたねサッカーのアディダスとの40年間のパートナーシップがついに終了して あのフランス代表がナイキ誰もがどぎも抜かれましたよねびっくりしましたどうなるんでしょうかこれからのウィーレとかねちょっともうまあ、皆さんねあの、心を痛めてると思うんですけどもさあ僕も同じ気持ちですよという感じですそれからあのアジアカップではねあの、香川選手のあどうして、フランス代表ねえトップニュースでしょ今フランス代表のユニフォームがナイキになった アディアスのオレンジのスパイクがいい色だみたいな。ポカーンどうしたんだろうどうしたこれ。行き過ぎてるこれ。<laughs> この話題行き過ぎてるサッカーについて行き過ぎてるダメ。というわけで今夜のテーマを発表しましょう。この愛って、行き過ぎですかかな <laughs> 何でもいいよっいう人も、ね、多々いると思うんですが僕的には、ね、そういうところもあの気にしつつ見てるんですよあの,あ,あの選手、あのスパイクには着替えたんだなとかあの選手はあのブランドなんだなとかそういうのであのサッカーを楽しんだりしてるんですが皆さんはとりあえずあの日本の勝利を信じて、えー、韓国がシュート外したらナイスクリアと一声かけなすら、ね、<laughs> 日本の勝利を信じて応援しつつでもしっかりこの番組聴いていただきたいなと思っています。よろしししくくお願いします詳しくは後ほど 行き過ぎのね、愛というテーマですから、今日はもう、そのテーマが決まった瞬間にこの曲が思い浮かびました。この曲から行ってみましょう。秋しか会ってなかったんで。うん、冬初。僕は特にあの寂しいとかそういう感じは全く見えないと思ま,あ、たまたそなのな。<laughs> <laughs> 皆まで言うなってこと <laughs> 健やかに過ごしてました <laughs> よろしくお願いします。お願いします。ということで、今夜のテーマを改めておさらいします。この愛って、行き過ぎですか <laughs> 愛しちちゃっったのよ何それちょっとアダルトのテーマなんでね、はい、そうですかきったりと「行き過ぎた愛」っていうね <laughs> ああまあ確かに「行き過ぎた感じ」は出てました <laughs>、はい、なんかほらい,いい頃のすごい TBS ドラマの石田純一さん主演みたいな感じっぽくないですかこれ「行き過ぎた愛」とか言うとあの僕の年齢ではあまり笑えないです外であの年齢差逆手が笑ってましたけどね<笑><笑>んなはっきり言わなくてい,い, <laughs>、はい。ということで、はい、早速ですがク、うん、レバさん 行き過ぎの愛とと聞いいいてどううったことを思い出すでしょうかストーカーじゃないですかやっぱりなるほどねうこうまあすごく執念深いというかう必要な愛ということですねではクレバ兄さんにも行き過ぎた愛を注ぐものはありますか そうですね。ま、あの、サッカーのね、話とかあったらもうガンガンしますけども。はい。ええ。変えますテーマ。変えますテーマ。ーターとしての力量を試します僕もサッカー大好きですから。行い。けますけれども。やめましょうね。やめましょう。はい。で、サッカーが好きすぎて今気になってしょうがないですよね。気になってしょうがないですよ、本当は。すみません、本当にね。休みですよ、普通だったら。まあでもやりますけども。はい。 当たり前でございます <laughs> はい、そうですね。すいません。失礼しました。<laughs> まあね、今先ほどですね、ストーカーみたいな話を、されてましたけど、うんうん、まあ、この行き過ぎた愛と言うと、まあ、行き過ぎという言葉の通り、なんかネガティブなイメージがありますよね。そうですね。しかし、本当に悪いことなんでしょうかと僕は言いたいわけですよ。なるほど。ある人、あるもの、あることを一心不乱に脇き目を振らずに徹底的に愛す。うん、これこそ究極の愛なのではないでしょうか。 どうなんでしょうとそうです。まあ相手がね、うん、求めてればいいですよね。そうです、うん、ちょっと前までストーカーなんて言葉がない頃は、うん。彼女をずっとね、駅で待ってるなんていうのは素敵な話だったわけじゃないですか。うん、まあ素敵な話。まあ場合によりますよね。うん、まあそうですね。うん、はいはいはい、うん。なるほどなるほど。はいはいはい。まあということで本日は愛が深すぎるゆえに理解されなかったり、うん、特殊な技能を見つけてしまった方など、様々な夢追い人の方にお話を聞いて、 え、愛しすぎることは悪いことなのかということを探りたいと思います。はい、わかりました。じゃ、ちょっとメール紹介してみたいと思います。ラジオネームタつ、あすぐるちゃんあれなくねあの、ダンス、ダンス、あーって今、聞こえたよ、こっちまで。<laughs> ガラス越しに、あーって声聞こえたぞ。<laughs> ま、この野郎。あの、立つ、ま、あの、今ちょっとダンス表がないんでわかりませんが、この間、皆さん携帯を切り見ましたかねあの、レジェンドオブレジェンドの回があったんで、いつかそれやりたいですね。 あの、ラジ中でも。今日はあの、レジェンドしかメールしてきちゃいけません、みたいな。えー、ラジオネーム立つ。クレバさんこんばんは。今夜のテーマの行き過ぎた愛についてですが、冷静にひ部屋を見渡すと、クレバさんがおすすめしていたものが溢れています。<laughs> いいですね。<laughs> PDX50HDJ2000 MPC、おたまはん。これもう、何のことだっていう人もいっぱいいると思うんですよ。<laughs> あの、僕が、あの、紹介した機材とかですよね。もちろん、クレワさん関連の CD、グッズも持っていますが、ここまで揃えると、行き過ぎたファン愛なのでしょうか。しっかりと使っており、その商品に満足感を得ているので、私は気にしていないのですが。いや、素晴らしいんじゃないでしょうか。えー、あの、ラジパッド差し上げましょう。 ぜひともね、あのー、ちょっと商品名とかわかんないんだけど、俺があのー、銀座の伊屋で買ってずっと3回ぐらい買い替えて使ってる、あのー、封筒とかの封切るやつ。あれも最高に切れるから、あれをね、ぜひとも買ってほしいね。てか、あげたいぐらいだね、それをね。そんな感じでございます。本日のテーマは、この愛って <laughs>、行き過ぎですかこれも愛。あれも愛。多分、愛。 福原、愛、え、愛に行き。<laughs> もう、スーさん、台本に書いてないんだもん、そこ。愛に行き、愛を大事にするあなた。愛が深すぎて、周りから生ぬるい目で見られているあなた。そんなあなたのお話を大募集です。例えば、彼のことが好きすぎて、彼と同じ髪型に。<laughs> ひどいですね。あのアイドルを愛すぎて、CD500 枚を箱買い。つ貨か、搬入トラックごと買い。 俺はこういういいファン求めたいですね、僕もね、えー、この人がいればあのもうオリコン3位ぐらいに入ってくることですけども <laughs> もうキャベツ太郎しかい,りいらないあなたが主食ある意味ベジタリアンなどあなたやあなたの周りにいる行き過ぎた愛のエピソードを待っております さらに、今夜は、愛深き、大食い芸人、渡辺ラオが、またまた登場し、大食いにチャレンジです。知らない方、ごめんなさい。渡辺ラオさんという方がいらっしゃいます。え、その模様は、ユーストリームで生中継、あの、渡辺ラオさんが勝手にやるんですよ。JWAV のユーストリームってもう、1ミリも関係ないんですけども。渡辺ラオさんが勝手にあの、ユーストリームで生中継するらしいんで、ホームページからアドレスをクリックして、そちらも合わせて、楽しんでもいいかもしれません。メッセージは、PC 携帯の JWAV サイト、w w w ドット j-wave.co.jp からラジペディアを選んで送ってください。またメールアドレス rad、radio.wave.co.jp までお願いします。ナイスなメッセージをくれたリスナーには先ほどのようにラジペディア特製メモパッド、ラジパッドを過去乗り付きをプレゼントします。J-wave クレバーのラジペディア、最後までお付き合いください。<noise> 決定 JMF 主催愛ツアー2011 For Music for Life 4月30日土曜日5月1日日曜日 ZEB 東京今回の愛は踊りまくりお問い合わせはホットスタッフ03-5720-9999 どうも、ロケットマンです。教室の音楽とグダグダのトークをお届けしているロケットマンショー。今週は、想像、それは万人に与えられた力。想像、それは宇宙をも超える。ロケショープレゼンツ、イメナイ祭り2011。あなたのイメージする萌えな光景大募集。毎週土曜深夜1時から朝5時まで、もちろんサタデイライトはロケットマンショー。 火曜日の深夜、クレバがお送りするラジ中。今夜は、この愛って、行き過ぎですかということをみんなで仲良く考えています。なんだそれ <laughs>。メール紹介します。あ。これね、やっぱすごいわ。普通に選んだと思ったらね、ラジオネーム、さっさっさですよ。これ、文章上手いんじゃないのマジで。すごいな。多分、さささも、2段か、3段か。ちょっと、あの、書いといてくれると嬉しいですけども。クレバさん、翔平さん、こんばんは。 今回のテーマ、この愛って行き過ぎですが、僕はスピーカーが大好きです。電気屋に行くとすぐ、スピーカーコーナーに行ってしまいます。いいですね。ちなみに今はコンセント式のスピーカーが3つと、充電式のスピーカーが3つと、お風呂用スピーカーが1つの計7つのスピーカーを持っています。もうここまで好きは大ですよね。いいですね。素晴らしい。もう電気屋行ったらまっ,まっすぐにスピーカーコーナー。いいですね。 あの、ケンウッドのあの、ウッドコーンシリーズが今はね、話題らしいです。あの、スピーカーのこうバフバフなる部分が木でできてるウッドコーンシリーズっていうのがあるんですけど、僕もとりあえずあの、今日あの、ガラス越しに見てきました。サウンドとか聞いてないんですけど、ガラス越しに見てきましたが、すごいいいらしいです。それからこのサッサッサはスピーカーコーナーにこう直行するらしいですが、あの、有楽町のビッグカメラ、家電芸人の方々がよく行く有楽町のビッグカメラの2階の、あの、鍵盤売り場にいる、 噂では、噂ではホームレスだと。ホームレスの方がね、ピアノをね、月曜の夕方ぐらいに弾きまくってるんでね。超うまいの。一心、<laughs> 一心不乱にいて、子供とかが15センチぐらいのとこから見てもね、ブレないね。プレイが。僕3回くらい聞いたことありますけど。ちょっとさっさっさっちょっとラジパッとあげようかな。すごいね。文章はうまいんだろうな。何それ今の拍手なんだそれしっかり、しっかりあるよ、本当に。ラジオネームココちゃん。 今回の行き過ぎた愛といえば私の彼です。車をいじるのが大好きで、車に名前を付け、<laughs> <laughs> ちなみに松田のミレーニアをミレちゃんの愛称で呼んでいます。<laughs> <laughs> アホだな、ってか普通だな。<laughs> こんなに寒い日でも欠かさず毎日洗車をし、車に乗れない日があると不満そうな顔をし、誕生日プレゼントに電気工具をねだられました。<laughs> <laughs> 一番驚いたのは、晴れている日にデジカメでミレちゃんの撮影をして <laughs>、写真集を作っていました <laughs>。いいですね。そしてある時電話をしたらミレちゃんを2時間眺めていたとか。車好きの方は皆さんこんな感じなのでしょうか。はじめは、はめは呆れていましたが、今ではここまで車に愛を注げることに感心しています。すごいですね。<laughs> ミれちゃんやばいっすね。なんかちょっと、あの、美しいに、うろしいと書いてミれちゃん。<laughs> ちょっと、ココちゃんにもちょっとじゃあラジパッドあげましょう。ちょっと今日ラジパッドあげていきないがいいんじゃないですかもう一つ言っていいですかラジオネームアニマル。こんばんは、クレバさん。私の行き過ぎた愛、それはタバスコラブなんです。辛くて酸っぱいって組み合わせ、他にありますあの変な匂いも癖になるし、パスタなどのイタリアン系は気がつくと半分ぐらい使っています。 いるよね、たまに。一口ごとにかけるので、ひょっとしたら飲めると思ったり。開封したばかりのが一番刺激的で美味しいんですよ。好きなものにかけるともっと好きかも、と思い、納豆にかけてみたら、酸っぱ辛い納豆ってありでした。すごい。すごいね。<laughs> あの、何にも食べる前からいきなりタワスコ全開でいくしてるでしょ。 嫌いなんですよね。MCU なんですけどね。<laughs> 嫌いなんですよね。もうそういうのね。うん、俺が料理人だったらなんだ、なんだ爪はって話になると思うんです。こんな感じでメールが来ています。はい、ありがとうございます。<し>やっぱり行き過ぎの方いらっしゃいますね。いましたね。い,い,いきなりいましたね。いっぱいいますね。はい。ということでですね。愛というのはスイーツのような甘美な味わいをもたらしますが、時にそれが猛毒にも変貌してしまいますよね。うん。うん そして。あまりにも0点のリアクションされない。いきなり同意求められたから。妄想そか。すごい、すごい師匠みたいな、うんっていう。違う。びっくりし、びっくりしたよ、まあほんに。進めましょう。はい。愛が、そしてですね、愛が深すぎたゆえに人生が違う方向に動きしま、動き出してしまった方が、今日ゲストで来ております。はい。ラジペディア4回目の登場となるこの方です 我は k 応大きい声出しても大丈夫です。いや、大丈夫です。すい何人もこの k 応が叩き邪魔してくれるわーどうも、回目れ様です。よろしくお願いします。すみません、毎回大きい声いやいやいや、ご頭で。相変カーズいい体で。うはい。よろしくお願いします。もうあの、大きい声出すんだろうなと思って、前回より若干ね、距離離れてくれて、助かったなと思って。そうですね。はい。なんかすごい、掴んでるなと思って。ありがとうございます。さすが。4回目。もう4回目なんですよ。そのうち2回が俺。そうです。はい。これはもうついてる。つい、 ついてます、ついてます。ここもついてますし、ここに一番出たかったです。そうですかそうです。他の二つはもう出たくないです。レれさ三のだけ出たい。他の二つあと三つないですから。そうですね。あのね、ジュジュさんは、ジュジュさんはもう書類でも、書類 NG です。なぜかジュジュさんだけ呼ばれないんですね。男だけなんだ。さすがやっぱちょっと女性の前で裸厳しいんじゃねえかっていう。そうなんですよね。逆にね、 いいんじゃないかって話そうなんですけど、よくなかなかダメですかちょっとそうですね。下品なのかな。でも、こう、こっちの回で、どんどんこう、そうですね。ね、数値を稼いでいけば、はい。そうですね。ジジュさんの回にも、はい。てか、誰が一番人気あるんだろう、ラジベリアでね。あ、そういう、ちょっと、そういうこと聞きたい。怖い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 。進めたいでも、進めましょうっていうのは。知りたい。怖いですね。そればっかり話していこうか。 んだろう最終的には誰も得しなくなりますから。そうですね。やめましょう。ラオウさんはい、どうもお願いしますそうなんですよ。前回出られた時のこと覚えてらっしゃいますかあの生きた錦鯉を食べるっていうえそんな生臭いことしました、僕。流していいですか、その放送。そんな方いらっしゃらないです。あれ 甘栗を僕1キロ食べたんですよ、全然。はい。あバルサミコ酢とかちょっともらって。そうですね、バルサミコそうですいや、でもすごいなと思いました。そうですね。まあ、渡辺ラオさんはその甘栗1キロ食べたりですとか、はい。まあ、以前バ番、このラジオペディア内でですね、バナナ早食いのギネス記録を更新したりでとか、結構ね、大食いのすごい方なんです。大食いのすごい方なんですね。い。大食いのすごい方なんですよ。だけどですね、今回のテーマとラオさんの大食い芸っていうのは、はい。全然関係なさそうじゃないですか。ないでしょ なさそうじゃなくて。なさそうじゃないですか。いや、な、ない、ないです。実はあるんですよね。そうなんですよ。どうあんですか大食い芸がこうね、こう、生まれたルーツがあるわけです。ちょっとじゃ教えてくださいはい。ちょっとあの、悲しい話になるんですけども。えねマジ聞きますよ。はい。ちょっと悲しい話、あの、ま、言ってしまえばま、恋バナなんですけど。はい。ちょうどあの、7年前ぐらいに、あの、僕、大好きだった人がいるんです。僕、25歳の時に。はい。え、美穂ちゃん。 高橋美穂ちゃん思いっきり言いました。思いっきり言いました。大好きで、美穂ちゃん、年下の子だったんですけど、大好きで、結婚したいともその子と、この子が最後の子だと僕にとって、僕にとってってまだつけても何もいないです。知ってるだけなんですけど、ただの。ただ知ってるだけ。危ないね。危ないね。で、よくその子が言ってたのが、あの、私たくさん食べる人が好きだと。そういう男らしい人が好きだってって、よく言ってましたので、だったら簡単だと。俺のね、 いっぱい食べる姿を見せて、で、ぐっと来たところで、告白してやれいいんだと。ま、あ、告白しかもうプロポーズですね。告白、もういきなり結婚して結婚です、結婚です、もう。その子が最後の子ですから、僕にとって。もう決まってるんですよ。ただの知り合いですけど。もう決まってるほんで、とんかつ屋さんに連れて行ったんですよ。とんかつ屋ですかとんかつ屋さんって、あの、ご飯、あの、おかわり無料ですから。いくらでも食べれますから。そこで、え、大食いを見せてやろうと。うーん。で、はっきり覚えてるんですけど、 おかわり12杯したんですね。うわで、えロースカッツは1皿。すげえ一切れで1杯そうです、そうです、まさに。すげえ割合だな。まあまあ、キャベツもまあ食べれますけども。すごい。お金もないですから、そんな2皿三皿。なるほど、なるほど。ご飯でちょっと見てくれと。そうです。で、バッチリ食べて、バッとね、そこで立ち上がって。立ち上がった。見てくれたと。パッと立ち上がって、 美穂ちゃん、うん、高橋美穂ちゃん、好きです <laughs> 僕と付き合ってくださいと、べしって言ったんですよ。うん。みほちゃんの方が、うんまあ、ごめんなさいと。<laughs> いやいや、ちょっと、ちょっと待って。<laughs> <laughs> いやいや、あれ、聞いてた話と違うよ、って。<laughs> <laughs> あれ、あの、食べる人好きなんじゃなかったんだっけみたいなこと言って、ごちゃごちゃしてる間にもうごめんなさいっ,って逃げちゃったんですね。うわぁ <laughs> <laughs> 逃げられて、ただそこで思ったのが、はい、僕、 食べる量まだ足りてなかったんじゃないかなと思って。そこでね、切りのいい20いっとけば、これ成功してたんじゃないかなと思って。20は15、うん。そうです、うん、そうです。うん、12ってちょっと甘いじゃないですか。確かに。1>, 1ダース。だったらもう一杯少なくて、11みたいな。そう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 です。<laughs> 今ホットな、そうですよ、そううん、ホットな数字。で、その後トレーニングしたんですよ、<laughs> 僕。大食いの。 その、霧のいい数字で終われる。そうです。<laughs> 終わりたいから。ほんで、それで、あの、トレーニングすることによって、それこそ、フードバトルって昔番組あったじゃないですか。あ,はいはい、あの番組出てみたり、ちょっとしたそこの番組で記録出したりすることができるように。あ、マジっすかなったんで、それぐらいの猛者になったんですけど。うん、自分から自分でも、も、猛者っていう。誰、うん、<laughs> <や>も言わないんで。<laughs> うん、<laughs> ただ、そうなった頃には、うん、なぜかもう連絡も取れなくなっちゃって。あら。メールも届かないし、まあ、電話も、 その、携帯会社の方から、あの、この携帯は今使われております。キャリアごと変えちゃったんだか言われちゃいますしっていう、状況だったんですけど、まあ、そのね、美穂ちゃんに対する愛のおかげで、逆に今こうやって大食い仕事と言いますか、まあ大食い仕事ってなんだっちゃお話しですけど、いやまあ大食い仕事ですよ。大食い芸人として、まあクルバさんの前にもこうやってね、 あ、メゴちゃんのために頑張ってなかったら僕今クレバさんに会えてないってことですから、まずね。そうですね。そうですよね。でも、うん、そうですね。わかりましたこれすごく関係性があるという、今回のテーマと大食いということが。うん。わかってないですかわかったわかわかりましたね。説明しましたけど。ということで今夜ですね、渡辺ラオさんは、サッカー速度を入れてくれるちょっと。そろそろ。そうですね。ラオさんはですね、その美穂ちゃんへの永遠の愛を伝えるため、あることにチャレンジします。何ですか何ですかうん クレバさんが愛してやまない牛丼10杯貴様などこの慶応が、美穂ちゃんへの愛を伝えるためにペロリとすすり尽くしてくればあと10個買ってきてくれいや、あの、とりあえず、20です10で3キロぐらいあるですよ。牛丼10個はやばいよ。ちょっとあの、僕実は来る前に、美穂ちゃん、あの、知り合い通じて美穂ちゃんに、今日ここに出るから、どうしてもちょっと聞いてくれと、今日、っていうふに伝えてもらってあるんですよ。なるほど。もし、 これ聞いてて、本当に聞いてて、僕の今から食べる姿を見て、ちょっとでもグッときたら、結婚してください。まだ好きなのすごいな。僕忘れられないんです。まだ好きなの ?7 年。はい。あ、じゃあ連絡をメールでもください。そうです。メールでもいいですから、あの、番組宛てに。オッケーのメールをいただければ、番組、まぁ、ちょっとなんかクレバさん間に挟んで申し訳ないそこは。そ申し訳ないんだけど。ちょっと、何これ ほんとラジペディアの皆さんすいません。間挟んじゃってすいません。あの、中華の役みたいになっちゃいますけど。なんでそうですよね。ちょっと、いい何これ僕も今言って思いました。まあでもいいよ。どうですかあの牛丼10個っていうのは波ですか波とりあえず波です。うーん、でもね、多いよ。俺が深夜帯入ってて牛丼10個いきなり頼んだやついたら、とりあえず顔は忘れないね。 そうですね。おめ、急に自分の息子が、ラグビー部員連れて、家に来たらどうする深夜に、みたいな。<laughs> <laughs> まあそういう店だからね、いいんだけど。そういうレベルの量ですよ、えー。食べる。それはちょっと今日、あの、ユーストリームでこれも中継しますんで、姿も見ていただいて、もしよかったらお返事くださいと。わかりました。でも、使っていいよ、この番組を。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとここ、牛丼の匂いしちゃうと思いますけど、スタジオの中、うん。みお<中>ちゃん、だからもし、グッときたら、 サッカー、日本が勝ったかどうか教えてね。<laughs> ということで <laughs>。それはスタッフさんから聞いてください。はい。今夜もラオさんが番組終了までに食べ尽くす姿を動画配信。これはあの、ラオさんのユーストリーム。はい。ラオさんユーストリームであの、配信しますんで、パソコンをお持ちの方はラジベリアのホームページ上にあるアドレスをクリックして放送と合わせてお楽しみください。ちゃじゃあ、ラオさん。はい。